自民党の稲田元防衛大臣らが作る女性の活躍を推進する議員連盟が男性の育児休暇取得の義務化を求める提言を政府に提出しました自民党の女性議員飛躍の会が片山女性活躍担当大臣に提出した提言では男性の育休取得を劇的に増やすため本人から申請がなくても企業側から 育休を与えることを検討すべきだとしています男性の育休の取得率は現在5%にとどまっていますまた提言では専業主婦やシニア層の女性が収入を得られる仕事に就けるよう就業支援の強化を求めています